こんにちは。こんにちは、こんばんは。ニューネンボーイのひなりです。たくみです。はい、今日はですね、今年の年始に牛タン1キロ食べきりますみたいな企画やったんですよ。まあ牛年だから牛タンっていう理由だったんですけど、今年もねもう終わってしまうので、最後に牛タンを食べながら今年の感謝とか今年の振り返りをして1年を締めくくろうと思います。忘年会よね、だから忘年会忘年会と、うん、いうことで、じゃあ乾杯しますか。はい、しましょう。乾杯。皆さんも乾杯。お疲れ様。お疲れ様。うまっ。いただきます。いただきます。牛タン全然見えてないじゃん。牛タン、ま、うまっ。今日ねなんかめちゃくちゃ価格高いと思うんだけど、ちょっと食いてる。うーん、うまい。うーん、いやーもう1年終わってしまうね。早かったな。2021年はいかがでしたか。うん、今年なんか去年よりはいろんなことに挑戦できて、いろんな経験をできた1年だったかなと思う。活動の幅間違いなく広がった1年だなと思う。そうね、うん、まあ、一つね、まあ、二人ともだけど心残りがありまして。ありますね。皆様に謝らなければならないことがございます。あるんですね。はい、登録者数30万人いきませんでした。すいません。9月だっけ、毎日投稿やってね、まあ、ショートでねたくさん出したり、動画のペースも落とさずに出し続けて20万人を突破したんですけれども、残り3ヶ月での10万はちょっと高かったね。そうだね、それも分かった上で臨んだんだけど、ちょっと無理でしたね。まあもうちょっと頑張れたなって思うところもあるから、まあ来年にその気持ちは持ち越して頑張りたいなって感じ。まあ来年の目標とかはね、また年明けおしゃべりする動画出すと思うので、まあ明けましておめでとうとともに、今言うと来年だけど2022年の抱負みたいなものもお伝えできればなと思うんですけど、今年唯一心残りだなって思うのはそこかな。他にもあるけど、あるけど一番大きいのはそこ。いや申し訳ない。応援してくれた人もいっぱいだからね。そうなのよ。だからそれ以外の目標もいっぱいあると思うんだけど、登録者っていう部分で言うと頑張りたいな、うん、もうちょっと。そうだね、うん、なんかやっぱさ、登録者をね伸ばしたいっていうのが、こう単純にこう知名度を上げたいっていうだけじゃないじゃない。その登録者が増えることによって、初めてやったさオフラインのねイベント3カ所4カ所でできるとかさ、地方回れるみたいなね、まあ、あと人数も含めやれることの幅が広がったりとかもあるからね。いろいろあるなと思って、うん、見てくれの数だけじゃなくて、もちろん実数が伴ってないといけないんだけど、でもその数っていうのも意外とこの世界大事だなっていうのは、去年一昨年 YouTuber として活動してきて分かって、まあ、それも増やしたいし、もちろん僕たちを単純に応援したいと思ってくれる人も増やしたいっていう、その母数も増やしたいし、その密度も高めたいっていう、まあすごく難しくて大変なことを言ってるつもりなんだけど、僕の中ではまあそれは 70% 60% ぐらいは達成できたのかなと思って。来年は100いきたいな。年始に決めた目標を達成できるっていう部分で言うと、実数的にね、登録者数っていう部分では 100% いきたいよね。私で言うと何だろう、あと思い出深いこと、オフラインじゃない。オフラインね、楽しかったね。イベントの時間は確か1時間で、お見送りとかが30分ぐらいあったんだけど、1時間ってこんな早いってぐらい秒だった。本当にまあ緊張してたのもあるんだけど、うん、ご時世的にどうしても行きたくても行けなかったことがね、場所的に難しかったことかもね、もちろんいるとは思うんだけど、 ね、うん、それでもなんかやっぱ直接会うってすごく大きいなって思ったの。なんかみんなからの声を直接聞けるのも、直接感謝を伝えられるのも、うん、やっぱすごいよね。愛の力を感じてるね。ね、本当にそうなの。じゃなくね、マジですごく頑張らなきゃなっていう気持ちが増したし、うん、毎日投稿頑張ろうとかね、うん、そういう風になったのもあるし、まあ好きだなって思ったよ、うん、本当に、うん、で今年はねグッズも3回、まあ、ちょっと最後のやつは届くの来年だけどね。来年だけど、でもなんかさ、みんなもうあと1ヶ月で来るんだって思ったら早くない。早い。いやマジで早くない。 YouTube とセットではあるんだけど、もちろん、うんうん、それ以外の活動ができたのも今年の目立った特徴じゃないかなと思うね、うん、あと僕がねすごく個人的に嬉しかったのは、みんなから見えない側面で申し訳ないんだけど、企業さんとお仕事することが増えたよね。すごくありがたいし、すごく嬉しいし、分かりやすく僕たちのやってることが仕事に繋がってるっていうのはすごく嬉しかった。なんか僕はやっぱりさ、会社に属してないから、外の人とお仕事することでそういう経験を得てるわけで、そういう側面が増えたのは自分のスキル的にも自分の社会人経験としても有益なものだったなと思う。それで言うと、改まってこういう話をすることはなかったんだけど、うん、案件のお仕事選んでるんですよ、うん、すごく選んでるって言ったらすごく上からでズーズーしいんだけど、まあ選ばせてもらってるんですよ。そうだね、っていうのもいいと思ったものだったりとか、前からこう好きでいたものだったりとか、純粋にみんなに紹介するわけじゃない。だから自信を持って紹介したいのね。ってなった時に、物が悪いとかではなく、自信を持ってみんなにおすすめできない部分があったりとか、みんなのニーズに合ってないとかね、そういうのも含めて2人で考えて、まあ、やるやらないを選んでるんですけど、今年はやりたいお仕事が多かったっていう、それなんだよね。伝えたいし、自分たちも好きだしって思える企業さんだったりとかブランドだったりとかからのオファーというか、お話
話をいただけることがすごい増えて、提案していただける数が増えたのも嬉しいし、うん、実際に僕たちが好きなものとかこの企業知ってますとかこれ使ってた昔とかから来るのってすごく感慨深いよね、うん、そういう側面はあったな今年。そうなの、なんか多分増えたなって思うし、うん、結構変わったなって思う部分かな。この調子で来年のことを喋りたくなっちゃう。うん、まあそれちょっと一回抑えて、ね、抑えなきゃいけないねまあでもそう、なんか来年もそのスタンスは変えたくないなと思うんだ。これ、ね、いつかまたね減る時が来たりとか選べなくなってくる時が来るかもしれないけど、まあそれでも減りたいなって思ったものだけを受けたいし、結局だから多分自分たちに嘘をつきたくないから、うん、自分たちがいいと思ったらいいっていうし、良くなかったら受けないしみたいな感覚値はまあぶらさないで来てね、うん、みんなとの信頼関係も大事だと思ってるから。案件動画だなって思ったらへこまずに、やりたい仕事のオファーがあったんだね、おめでとうみたいな。あ、そういうことね。そうだね、確かに。そう、そういう、多分そういう感じ。お母さんぐらいの感じ。そうそうそう。今年はあとスヌーズができたね。これも結構みんなとの距離感縮まった一つのポイントな気がする。確かに、なんだろう、 SNS だとさ、僕たちが一方的に発信してそれにみんながリアクションしてくれるっていう流れが多いと思うんだけど、スヌーズだと、まあ、僕たち以外のコミュニケーションも生まれるし、僕たちにみんなが何かを喋りかけてくれたりとか、クローズドなコミュニティが生まれてるっていうのはすごい楽しいよね。でも言ったらさ、ファンクラブなんだけど、ファンクラブだとは思ってなくて2人とも。そうね、 LINE グループみたいな。そうそうそう、 LINE グループみたいな感じ。マジで Twitter とかインスタとかの知り合いしかフォローしてませんみたいな感じのリアカね。そう、リアカに写真載せたりとか、うん、つぶやいたりとかしてるぐらいの感覚で、このテレビが面白かったとか、インスタに載せるほど映えてないなみたいな写真とか載せたりとか、ね、今日ここ行ってきたとかね。そう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 、なんかそういう話を気楽にこう話して、逆に言ったらみんなの話も聞いて、もうこの間とかもだけどクリスマスはみんなこんな過ごし方してたんだっていうのを見たりとかね、うん、そういう会話をなんかするのがね楽しい。楽しいよね、うん、たまになんかライブ配信とかラジオ配信するんだけど、めっちゃ俺たちゆるーくやってんの、ね、それもなんか許してくれる感じもアットホームで嬉しいし楽しい、ね、人数が限られてるからこそ、あの子は仕事がこうだからこの時期大変なんだなとかさ本当にみんなのプライベートの部分見てさ、覚えてきちゃったよね、彼氏とラブラブな子だみたいなさ。面白いよね、うん、マジでプライベートワーカー。本当そうだよね、なんかでもそれができてよかったなって思うんだ。そうだね、今年の反省点はなんかあります？あ、なんか YouTube 以外の活動もうちょっとできたらよかったかなとは思ったかな。うん、なんか僕たちって週4で動画出しててさ、多分 YouTuber で言うとそんな別にすごくもないし出してない方でもないと思うんだよ。僕たちの場合は編集も1人しかいないし、メンバーも2人しかいないから、なかなかね時間に限りがあるから難しいんだけど、まあその中でその週4投稿っていうのを比較的守れたっていうのは2人を褒めるべきところだと思うのね、うんうん、ただそれにとらわれすぎてたのかなっていうところもあって、少しそれはいいことだよ、いいことだけど、それ以外の活動で自分のブランドやりたいとか、グッズ以外の何かをやりたいとか、他にこういうイベントやりたかったなとかもあるわけじゃん、うんうん、まあ、そういうのを実現する方向に持っていくこともできたのかなとは思う。それを取ったらじゃあ YouTube の投稿頻度が下がるみたいなこともありえそうだから、なんとも言えないんだけど、その心残りは少しあるかな。ちなみに今日はおそろパディム。パディムです。めっちゃ可愛い。どこにですか？これ理由。めっちゃ気に入ってんだ。ねえやめて。え、最低だわ。ちょっと待って。うわ、今の信じらんないと思う。こういうさ、モケモケ系のやつってさ、絨毯とかでもそうだけどさ、あんまり歩きすぎるとさ、キュッてなってさ、あんまり気持ちよくなくなるじゃん。洗濯とかしすぎたりとかすると。今の、っていうのは。待ってでも、さ、嫌じゃない？サワサワだなと思って、変わった今年、俺は。あ、どう？どういう話もしといた方がいいと思う。そうね、プライベートなのね。うん。ひのちゃんはでも変わってなさすぎるんだよ、逆に。わがまま度合いはもうキープ。うん。ちょっと謝れるようになったから。めっちゃ謝れない人みたいじゃん。謝るの嫌いでしょ。まあ確かに意地は張るタイプ。そうそうそう、うん、普段からマジで謝れないとかじゃないよ。普段の方が謝る。なんていうの、喧嘩になると。喧嘩になった時の話ね。そうそうそう、これはちょっとはな、ちょっとね。俺はどうなんだろう、何も変わってないんじゃない。変わってない。あ、でも逃げが上手くなった。そういうこと、謝らなくなったよね悪い意味ではなく、悪く言うと謝ればいいみたいな感じだったところが、そのまあ謝るとかじゃない甘えだったりとか、ふざけとか、かわしとか、ね、かわし、かわし初めてきた。逆に言うとひなちゃんの扱い方が上手くなってるかもしれない。そう、多分そういうことだと思う、ね、うん、多分同棲してからよりだよ。うん、ちっちゃい喧嘩は減った気がする。もうそれは減ってるな絶対。なんかその時は別に仲悪かったとかではなく、それこそ生活をさ2人でしていくっていうことが初めてだったから、うん、いちいちこう、え、これやってないじゃんとかしてるのにとか、なんかそういうあれがあったけど、一緒にいる時間が増えたのと、うん、同棲っていうものに慣れたっていうので。そうだね、まあ慣れたね。いや、同棲なんてこれからよって言われたらちょっとあれなんだけど、うん、いやでも俺あんま変わんないと思うこれから。なんかね、そう、私もあんまり変わんないんじゃないかなって。落ち着いたなと思ってる、うん、どう、なんかドキドキすることある？ドキドキすることか。あ、でもなんかいまだにひなちゃんが帰ってきた時とか迎えに行く時とかはすごい楽しい。へえー、ま
まあドキドキとはちょっと違うかもしれないけど、うん、ワクワクしてるし、なんか会えるの楽しみなのは残ってる。本当に残ってる残ってる。ひなちゃんもずっとだけどさ、寂しい気持ちあるでしょ。あ、でもね、あるね。その会えてない時めちゃくちゃ恥ずかしいけど、うん、一緒にいる時間が長いから、ね、ちょっと美容室行くとか、なんか友達とも行くとかでいなかったらなんか寂しいってなるし、帰ってきたらやった帰ってきたっていう気持ちにはなる。そうだよね、うん、いやそれはある。それは何なの増したかもしれない。だから一緒に住んでからだよね。うん、だからテレビとかも一人でねこっちにいる時に、あこれ見ようってなっても、あ待ってこれたくみくんも見てるから。めっちゃわかる。え、わかるよね。めっちゃわかる。あと俺もなんか外出かけて、例えばだけど、あなんかこれひなちゃんが欲しそうだなと思ったら写真撮っちゃう。で後で話そうとか言って、なんかピスタチオのやつ見つけた時とか、ピスタチオ好きじゃないし買うつもりないけど、なんか写真撮って、まあ、その場では送らずに後から見せられるわ。そう、なんかこれあったよ今日。あとなんかツイッターとかも、これひなちゃんに後で見せたいなと思ったらいいねしてって、あとで大体でも私が見てるやつなんだよね。そう、なんかそう最近ねツイッターでこれ見てると ね DM 一緒なのマジで。知ってるとか言われるんだよね。フォローしてる人は全然違うんだけど、おすすめに出てくるやつがマジ一緒一緒なんだよね。美容のやつとかね。そうそう、え、動物とかにさ美容出てくるのまずおかしいよね。え、まあ、俺はまあ見る方だから。髪の毛トゥルトゥルになるんだってこれとかさ、めっちゃ女子見てるやつ。髪の毛めっちゃいいらしいみたいな。すごい女子みたいなやつが出てきてるね。多分俺めっちゃ反応してんだよね毎回。だからどんどん来てる。それが今年一番良かったコスメみたいなやつ、ベストね、総まとめみたいなやつ保存しちゃってる。出てくる出てくる。いや、まあ、だからいいね。ドキドキ減りませんかって言われて、確かにドキドキっていう部分で言うと、うん、お互い一緒に経験することが増えていくわけだからさ、そうね、おのずと減ってはいくじゃない、うん、やっぱり。けどなんかそうじゃない楽しみ方というかさ、それとはまた違った特別感はあるよね。そうだね、それは確かに増えたし、いろんな面で出てきたと思う今までより。うん、そんな感じですかね。はい、まあということで今日は年末っていう動画でした。はい、今年1年ありがとうございました。はい、ありがとうございました。来年またちょっとね報告しなきゃいけないこととかがいくつかありまして、まあそれはちょっと年明けてからの動画を、何発目になるのかちょっと分かんないけど、新年のご挨拶とともに、まあ、来年の抱負もお伝えしなきゃいけないことも含めお話しさせていただこうかなと思っておりますので、はい、お待ちいただければと思います。はい、ということで皆様今年もありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。ということで今年の締めくくり動画とさせていただきます。ということで、トムジェリーみたいな仲良しなカップルで入れたらいいなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみ。今年もよろしくね。明けましておめでとう。良いお年を。ハッピーメリークリスマス。ハッピーニューイヤー。